ボブ・デイビッドソン、ボブ・デイビッドソン、ボップ・デイビッドソン、本名、ロバート・アラン・デイビッドソン、1952年8月3日イ、は、アメリカ合衆国、メジャーリーグに所属していた野球の審判員である。ボークを非常によく取るため、ボーキング、ボブ、バルキン・ボップの異名を持つ。第五神、後日でも有名。1983年、ナショナルリーグの審判員となる。 1999年、メジャーリーグ審判の老子紛争で仲間をかばい、リーグ側に強硬な態度を取ったためにメジャーリーグを解雇されたが、2005年に復帰した。2006年に開催された第1回、ワールドベースボールクラシック WBC の第2ラウンドで、アメリカ日本戦の球審、メキシコアメリカ戦の一塁類審を務め、いずれの試合でもアメリカ側に有利となる。 疑わしき判定を行ったことから話題となった。以降の WBC 開催時にはメジャーリーグのアンパイアスタッフからは外れていたという。アメリカ代表の首相としてグラウンド上にいたディレクジーターは後にデイビッドソンの誤信問題について尋ねられた際、そのことは覚えてないぞと苦笑いしていた。デイビッドソンは通算62個のボークをコールしており、ボビー・バレンタイン。 全ボストンレッドソックス監督、元千葉ロッテマリーンズ監督は、彼には、ボークボブ・デイビッドソンとい、ニックネームがあるくらい、自分を目立たせるためにボークをよく取る審判だと、語っている。トレイ・ヒルマン、ン・ロサンゼルスド・ドジャースコーチ元、北海道日本ハムファイターズ監督も、ま、あ、マイナー時代に判定をめぐって対立していた。メジャーリーグ公式ホームページ上で、 デイビッドソンが2016年限りでメジャーリーグ審判を引退したことが公表されている。以下、本校での試合日時等はすべて現地時間で表記する。以下は2006ワールドベースボールクラシック WBC 第1回大会においてデイビッドソンが引き起こした判定問題である。2006年3月12日に行われたアメリカ、日本戦において 同点で迎えた8回表の日本の攻撃、一四万塁の場面で、岩村秋則が左翼方向に飛球を打ち上げたのを見た三塁走者の西岡氏はタックアップを行い、送球が保守に渡るよりも早く本塁に到達した。このプレーに対し、アメリカは西岡の利類が早すぎたのではないか、とアピールした。4人審判制で万塁の場合、 左翼方向への飛球は三塁塁審が追い、三塁のカバーは二塁塁審が行うが、二塁塁審がカバーに入った位置では、補給と二塁を同時に見ることが難しいため、球審が三塁走者のタックアップを確認することとされている。この事例でも三塁塁審は三塁を離れて、左翼手、ランディウィンの補給を確認。アメリカの三塁手のアピールに対しては、二塁塁審の ブライアン・ナイトが政府、正規のタッチアップを行ったと判定した。しかし、アメリカのバック・マルティネス監督の抗議を受けた球審のデイビッドソンは、この場合の判定権は球審である自分の領域だとし、責任分担に基づき判定を、訂正、三類走者の西岡をアウト、利類が早いとした。公認野球規則では、規則9.02で、としており、 デイビッドソンが判定を変更したことには問題がある。しかし、西岡のタッグアップの判定は、求心が行うべきであったため、デイビッドソンの誤審であったとは言い難い。日本は主催者側に判定の訂正に対する質問書と第2回大会は全3カ国から審判を出すようにするようにという要望書を提出。主催者側は審判員の判定は正当であるとした。 主催者側の回答に納得できなかった日本は再度、質問書を提出した。同年3月16日に行われたメキシコ、アメリカ戦の2回表のアメリカの攻撃、無視一塁で、バーノン・ウェルズが左翼方向に引きを打ち上げた。左翼手が走り込みながら、ウォーニングトラック前で補給し、中継の遊撃手へ、遊撃手から一塁手へ送球された。 一塁走者のアレックス・ロドリゲスは左翼手の補給時二塁付近に降りそこから一塁にスライディングしながら起塁した遊撃手はアウトを確信しガッツポーズをしていたが一塁塁進のデイビッドソンはこれをセーフと判定したこのプレーについてはリプレイのビデオによるとロドリゲスの起塁よりも一塁手の触れ玉が速かったように見える判定はアウトではないのかという意見もある さらに3回裏、メキシコのマリオ・バレンズエラが、ロジャー・クレメンスから放った打球は、右翼、ポール際に飛び、直接ポールの中ほどに当たって、大きく跳ね、フェアグラウンドに戻ってきた。打球が、直接ポールに当たったのであれば、本塁打であるが、一塁累進のデイビッドソンは、ホームランの宣告をせず、これを、ボールインプレートした、球が、 フェンスの髪型を超えた時点で、ボールインプレーという判断はありえない。メキシコは激しく抗議したが、マウンド付近に審判団が集まって協議した結果、責任審判であるデイビッドソンは二塁打を宣告した。メキシコはさらに、ボールに付着していた、ポールの黄色い塗料を審判団だけでなく、テレビカメラにも見せつけるなど強くアピールしたが、結局判定は覆らず、無視二塁として、 プレーが再開された。このプレーはスタジアム内のスクリーンに何度もリプレイされ、その判定が誤神としか見られない状況が映し出されたことで、場内は騒然となった。メキシコはすでに第2ラウンド敗退がほぼ確実な状況に置かれていて、試合前日には練習を休んでディズニーワールドで遊んでいたが、この判定に奮起。直後に、 ホルヘ・カントゥの敵時打で先制すると、5回裏にも追加点を奪い、8人の系統でリードを守りきって、2から1でアメリカに勝利した。この結果、1勝2敗で、日本、アメリカ、メキシコが並ぶことになったが、失点率、総失点を守備イニング数で除した値が、最も低かった日本が準決勝に進み、アメリカの第2ラウンド敗退が決定してしまった。 試合後、メキシコのフランシスコ・エストラーダ監督は、球場全体が本塁打だ,だと思ったはずだが、審判だけがそう思っていなかった、打者のバレンズエラは、あの細長いものが、フェンスに見えただろうと皮肉を交えたコメントをした。前述の日本戦の判定に続いて、野球発祥国であり大会主催国でもあるアメリカを、意図的に勝たせようとした判定とも取れる誤心が続いた。 ためか、同じく、メキシコ代表選手のゴンザレス、エイドリアン・ゴンザレスか、エドガー・ゴンザレスのどちらなのかは不明は、試合後、我々が次のステージへ進むことは叶なわなかった。しかし残されていた最後のもう一つの椅子に座るのに、アメリカはふさわしくないチームだった。我々が日本をその席につける力になれたのなら、幸せだというコメントを残している。先日の、今大会の MVP は、 デイビッドソンだは、このメキシコ代表の大奮起を促し、アメリカ代表を敗退させたことへの皮肉でもある。なお、この試合で勝利を収めたメキシコには、日本をはじめとして各国から賞賛の声が上がり、日本のメキシコ大使館には、お礼の電話や、感謝の電報、メキシコチームに対する賞賛の電子メールが多数、届いたという。デイビッドソンは続く3月18日、 準決勝第1試合、ドミニカ共和国キューバ戦で、9進、同日の準決勝、第2試合、韓国日本戦で2塁類,類進、3月20日の決勝戦、キューバ日本戦で1塁類,類進を務めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。